先月、片足を失い立てない状態で県内で保護されたコウノトリが県立コウノトリの里公園で治療を受け、現在は義足をつけてリハビリを行っています。左足に簡易的な義足をつけて、左足の筋肉とか関節を動かすリハビリを少しずつしている様子です。左足に義足をつけ、飼育員から餌をもらうのは国の特別天然記念物のコウノトリの1歳のメスです。このコウノトリは先月、兵庫県稲美町で左足の下半分を失い立てなくなった状態で住民に保護され、豊岡市の県立コウノトリの里公園で治療を受けていました。うずくまったような状態で立てない状態で、かなり痩せてもいましたので、だいぶ弱ってるなという印象でした。9月に左足を痛めてから、ほぼ4ヶ月間右足だけでこう生活するのにすっかり慣れてしまっていますので、左足に義足のようなものをつけて もうバランスを取るために左足は後ろにこう跳ね上げるような状態ですので、試行錯誤して作られた義足はおもちゃのバットや突っ張り棒、けん玉などを使っていて、コウノトリは義足に抵抗は示していませんが、リハビリにはまだ長い時間がかかりそうだといいます。ある程度リハビリが進んで義足をつければ、立ったり歩いたりできそうだということになってくれば、より本格的な義足を専門の方に何とか作っていただけないかなというふうに思っています。県立コウノトリの里公園では今年度負傷するなどした11羽の野外コウノトリを保護していて、6羽が回復したということです。